崇城大学薬学部薬学科。今回は2021年にオープンした薬学部新講義棟を紹介します。大人数が収容できる教室に新しいカフェテリアもできて、ますますキャンパスライフが充実していきます。それでは突撃取材してみましょう。4階にある大講義室の中を見てみたいと思います。中とっても広いです。収容人数はこの教室だけでも154名学生が入れるということです。主に1年生、2年生、3年生、それから6年生ですね。これまでと同じような通常の授業はもちろん、それをより快適に広くて新しいところで授業を受けることができるようになります。今までの授業に比べてもスクリーンあるいはプロジェクターですね、そういうものも格段にグレードが上がってますので、授業の視聴覚効果、これも良くなってます。新講義棟の1階と2階にはカフェテリア、サファイアが新設されております。それではちょっと見てみましょう。こちら2階のスペースなんですが、色は茶色に統一されていて、大変リラックスできるようなスペースとなっています。学食を食べている学生さんにお話を伺いたいと思います。学食どうですか？美味しいですか？はい、美味しいです。新しくオープンしてサファイアという名前だそうなんですけど、いかがですか？テンション上がります？やっぱ、はい、開放的で、あ、とても綺麗で、はい、手洗いとかもとても綺麗で、ですよね。あ、そうですね。天井が高いんで、確かに、確かに。薬剤師を目指す仲間と切磋琢磨して、一人一人の夢を叶えてほしいですね。